どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストに実況していきたいと思います。ついにですね F91 レベル5まで行きました。はい、まあ乗るのがね、まだ火が乗ってる回数とか少ないんで、ちょっと色だけ変えて、まあ走行2位ですけどもね、出撃してみたいと思います。なかなかね、最後のレベル5に上げるときの10枚、これ700コスト、あ、600コストの機体なんで、600コストの機体なんで、プラン、強化プランがちょっと少なめなんですよね、700コストに比べて。でその加減もあって、その加減もあってですね、プランも出やすいのかなと思ってたんですけども、全然そうでもなかったですね。はい、備蓄20個使ってあれだったんで、1個しか出なかったりしたので結構つらかったですけどね。さあ、武装もまだねあんま慣れてなくて、生存能力が高いんですよね。で、実際も結構狙われやすい。おお、味方さすが、ありがとうございます。結構狙われやすいんですけども、おとり能力は割と高いんですけどもね、この機体。ただ、ロックを切っちゃうんでね、覚醒して特殊移動するとロック切っちゃうんでね、おとりポイントの方が入らなかったりするんで、そこがあれですね。順位に反映されない感じで、ドキタイプの機体かな、ほら、という感じですね。うん、よいしょ、これ覚醒、いい、この拡散照射が意外とミリ削りに便利です。はい、味方当たってる。はい、色はね、なんかそれっぽく塗ってるように見えますけどもね、これ2秒で塗ったやつなんで、なんか適当に何かの機体をコピーしてピッて貼っただけだったんで、なんだろうねこれ。バンシーの色塗ってたのは覚えてるんですけどね、それのコピペかな、なんか適当なんですけども、赤色以外と似合いますね。うん、何色っても似合うタイプの機体かなと思うんですけどもね。ちょっと粘りたい。で、粘れんかった。あ、ちょっと押されてます。生存能力高いのかな。ロック写しとかもあったりしてね、行きたいだと思いますよ。さあ、C に行きましょうか。お、逆転している。お、押し潰している。すごい。あれ、余力は取れないのかな。あ、タックル見えんかった。なんかタックルちょっと特殊なんですよね。ベズバーをね、お腹にパーンってぶち当てるようなモーションが見えるんですけどもね。ベルガーギロスとの特殊演説としてはなかったですね。よいしょ。よし。人だな、あとは。よし、この人やっつけたら勝ちですね。ましょう。さあ、逃げる、逃げますね。おい、よいしょ。あ、ありがとうございます。すごい硬いダブルゼータだったな。80とかしか出てなかった。ということでね、はい、この機体を500回乗ったらもうバトネクはもう卒業してもいいぐらい、ね、もう3年間待ちましたからね、コツコツまた乗っていきたいと思いますね。またね、イベント終わったらランクマッチかな。多分、
ユニコーンだろうと言われてるんでね、好きな人はどんどん取っていけばいいと思います。実際もね、ユニコーン見たから取りたいけどな、お金ないな、はい。まあ長い夏休みですけどもね、皆さんね、楽しんでゲームしてください。今回の戦闘結果です。お、うん、ああ、ようわからん、活躍してんのかしてないのか、はい、あんましてなかったね。あんましてないね、はい。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。